はい、皆さんこんにちは、ありがとうございます。ブラック5ですね、やっていきましょう。ちょっと私見落としてますね。ライハートいけるのかな？ふん！ブラまで行っちゃおう。あ、いけるんだ。私表の世界で取り忘れてる大事なものを取り忘れてますね。天空の鎧。これ表の世界にあるみたいです。私裏の世界だと思い込んでましたね。違いましたね。ありがとうございます。大神殿ですね。大神殿、じゃあどこなのって言うと、まあもう私解放したとこですね。はい、左上です。参っちゃったなぁ。ここにね、なんてことなくあるみたいです。あったらもう私解放者から手に払うとか言うことはないと思うんですけどね。はい、ちょうどいい感じ。あれ、だった。でね、ここに入って、あ、これだ。ほう。ああ、何してんだ、私。はい。あ、ちょ、足元調べた。あら、天狗の鎧を見つけたと、すごいね。あ、じゃ、テクノロジーに入れた。いい、マジですか、もう、本当に。ごめんね、あちよ、ほんと。あ、めっちゃ強くなるわ。装備ね、あちよね。テクノロジー、テクノロジー、テクノロジー、テクノロカブト。あなた、ちょっと待ってね。あなた、もう、私より強いんじゃないか？攻撃力。おお、私抜いちゃったよね。これめっちゃ300超えてる。あ、サーラさんが思ったより伸びてない。サーラさん伸びてないね。え？ちょっと待ってね。サーラさん止まっちゃってね、アンクルさんの方が上だわ。あらー。そうなのね。じゃあ、ここで道具ね、あっちおじさんの炎の鎧。これサーラさんでもはめれたらまだいいんだけど。あ、アンクルさんに行っちゃうんだね。総理。ああ、サハラさんもそろそろ、ご退場の時期なのかな。そうなのかもしんないね。アンクルさん。刃の鎧。刃の鎧であんだけ強かったのか、アンクルさんは。ああ、そうだね。サハラさんがそろそろ、まあまあ、メラゾーンを持ってるっていうのが、いいとこでありますね、私。何を見落としてたんだろう、本当ありがとうございました。これ見落としたら痛すぎるなぁ。で、あれなのかな、私はここからルーラでさっきのところまで帰れないのかな。何も考えずに来ちゃったけど。あー、じゃあ反応いける。あー、最高ですね。はい、でもう何もないかい？本当に。本当に何もないかい？こういうとこ見ておかないとね、まずいよね。あ、でも階段あるよ。あ、おう、やだね。あ、わいわい、僕人間になりたい。ああ、友達の、スラトロ君も早くなれるといいな。あ、ピキッと、人になることがいいという感じなんです。あ、天空人だ。マスタードラゴン様、大魔王の力が火に入れちゃうくなってきています。このままでは大魔王自ら増えるおもちゃじゃないね。そうなのね。あ、何もなかった。お、威力の目薬ね。これはマジックパワーの回復だっけ？はい、止まりますよ。あ、よくスタミナだね。一晩に。うっと、高いなあんた。はい、おはようございます。では、いってらっしゃいませ。まあ、ここは多分ずっと夜なんだよね。それは他のシリーズでもありましたね。じゃあ、しばらく、ここでちょっと強くなるような感じなんでしょうけど、まあ、あちよはね、天空コンプリートしたんで、あとはどんな感じかなというところでしょうね。はい、一体、マース様はいつまで大魔王を抑えていられるんだろうか。マース様のルートともしば次第に強くなっているのが私にはわかります。ああ、誰か早くなんとかしなければと。
あそうね、なんとかしたいね。だって私、実の子供だもん。ね、中村モンスターのエンドビューは、もう。はぁ、あ。サールさん、預けましょう。はい、サールさん預けますよ。はい。で、次はね、誰よ。迎えに来ようかな。ピエールさん。あ、ブラウニーも懐かしいね。爆弾ベビーね。スラリンも、ああ、そうだ。やっぱりね。ホイミンだ。ホイミンね。はい。いいえ。ちょっとサーラさんね。うん、ちょっとサーラさん、なんだったんで、ちょっと今回はね。もうサーラさん外すと思わなかったけどね。ドラえもん様はこの街の木でエビルマンみたいな人だけで住んでおられる。あの方は偉大だ。ただ伝説に生きているあの方の足元には及ばないであろう。私は人となって今でもドラえもん様だけは尊敬しているのだと。そうだね。あれはいいのある？あ、ドラゴンキラーね。ダメだね。吹雪の剣。はぁ、アンクルさん、あげれるけど買えない。デーモンスピア。おぉ、これは働きがいがあるなぁ。ああ。あ、ホイミーさんいいかもしれないね、これね。いやいや、まあ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 、ちょっとね。ちょっと私とホイミーさんは対応なしてるんでね。体格の人間にな、体格の人間が体格の存在になっちゃうんでね。ホイミーさんを使うときは私がいない、というような感じになるのではなかろうかと、思ってるんですよね。あ、この街の作りはこんな感じですね。じゃあ、あれれれ。じゃあ私は、ちょっと出て探検しに行くような感じでよろしいですかね。これ上行けるでしょ？あ、行けないや。もうこっちは行っても何もないんだよね、結局ね。ないね。さあ、ちょっと待ってね。これまずい。ゴレムちゃんの、私の、あ、注意しとくか、とりあえずね。モンスター爺さんが出るとは思わなかったね。あ、でも行った方がいいわね。道具で、魔法寺を。さあ、賢者使いましょう。ちょっとあれなんだよね。あの、アチオさんが、うん、一人ガツンガツンいくタイプじゃないんで、そうですね。ちょっと、ミッキーさんがね、ミッキーさんも連れてきたいんだけど、どうなんでしょうね。この辺で、まあ、ルーラーがあるんでね、すぐ帰れると思えば、ガン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 行けますよね。6回攻撃されるんだね、3匹いるとね。さあ。あ、魔法師じゃない、ごめんなさい。私、やられかけてんじゃない？少ないよね。もうちょっともらえるかなと思ってんだけど。はい、ね、これは、グレーキはマシンかなっていうか、これは、ヒットポイント回復の方が良かったかもしんない。あ、みんなこれ、グレムさんに行ってね。よかった。アチオさんが、そんなの使うとはね、レギュラーもね。嘘でしょ。そうなのね。もう一回賢者行きましょうか。もう一回行っちゃいましょう。もう、ゴレムちゃんとアチオでやっつけれるでしょう。
はい、グルムちゃんがレベル33に上がりましたよ。力2ポイント、身の回りが2ポイント、ちょっと下がっていったね。ヒットポイント3、4ポイント、あ、3ポイントから増えましたか。ヒットポイント増えたような気がしますね。さあ、ちょっと進んでいきましょう。はい、マフーズでバーテザー。一応やっときますか。もう経験値も3000超えるようになりましたね。そこそこ、あ、こっちで順路は正解かな。正直ここら辺の敵が楽勝にならないと厳しいんでしょうね。どう見ても楽勝とまでは言えませんもんね。はぐれメタル探す？はぐれメタル探す方がいいのかな。今290出たね。290何本出てたんで。あ、シーザーさんレベル5に上がりましたよ。ヒットポイントが5ポイント。あんたそれだけ？他ないのかい？ああ、キラーマシンね。これキラーマシン対策があればいいんだけどね。多分ないんだよね、キラーマシン対策はね。ただ単にもう物理で、物理の回復で追っかけるぐらいしかないんでしょうね。激しく振り回されたらとんでもないね。そうね。はい、ひだちさんレベル29になりました。力1ポイント、1ポイントか3ポイント、マジカバーが7ポイント。あっち行くんだね。そうだね、これ。ああ、なんか、ありそうな感じがする。ああ、ガミゴンロード。硬いんだよね、確か。硬いよね。どうする？ああ、魔法陣使おうか。スカラとなりそうだもんね。半分か。なになに、稲妻？稲妻なのね。あららら、痛すぎる痛すぎる痛すぎる。入れ替え、あ、入れ替えね、入れ替えしましょう。これはね、あちおさんをね、あ、魔法の日立ちさんにしましょうか。よいしょ、剣じゃね。魔法カンタ？いや、あなたそんなことよりももっとなんか、ドカーンっていう魔法言ってほしいんだけど。え？いや、稲見香里は全然、跳ね返ってくんないよ。困ったな、日立さん。ちょっともっと頑張ってくんないと。初めての敵はちょっと学ぶんでしたっけ。うわ、ガメゴンロードとんでもなく強くなってるわ。この場合ゴルムッチャも下げた方がいいのかな。あ、これ毒馬だったんだ。私が今言ってたんだね。おお、ギガンテス、懐かしい。懐かしいね。とりあえず、賢者の石するかな。いや、これはまずいかな。あ、ギガンテス、普通ですね。通過の一撃があるのかな。ヘダチさん、なんで攻撃するんだろう。ヘダチさん交代だ。入れ替えね。ヘダチさんを、オープスさん、アンクルさんでいこっか。よいしょ。はいよ。
え何だったの今の。ギガンテスさんが、ギガンテスさんがあの、味方、自分のところの味方行っちゃったね。生きり立っていくとモロハなのかな。そんな感じがせんでもないね。もうちょっとだけ行きましょうか。あ、でももうこれは、そうそう限界だね。ちょっとまだ体力が追いつかないので。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。ドラゴンクエスト5終わっておきます。どうもありがとうございました。